お疲れ様です。今回やっていくのは、お待たせしました、アーリンコ。ちょっとね、金が足りなくて装備中途半端なんですけど、激レアは全部取りました。スキルだけですね、レベル10。強いかどうか分かんないっす、まだ。金でね、少し使ったんですけど、未だにちょっと分からない。今回ね、マルチでやるんですけど、まあ、どんな性能なのかを見ていきたいと思います。で、今回ね、やるキャラが今トロールやってるんですよ。なので、アリンコトロール送ったら面白そうじゃないですか。まあ、送るかどうかわかんないですけど、ちょっとそれもね、やれたらね、いいかなと思います。よかったらね、皆さん、ご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。よし、やっていきましょうか。お相手が両方フレンドっすね。強そうだな、誰だろう。アリンコ、やってる場合じゃないかもしれん。うまく使えっかな。中型ボディなんでね。大型何行くかってとこなんですけど、さて、まずアリンコ、大型はノム。あ、この二人か。いや、うまく使えっかな。エンジェルも引いちゃったな。さて、イカリもノム。さあ、ここはね、取って取られてって感じですね。ユカリンが刺するのも行く。これトロール送ってみたらどうなんだろう。結構強いんじゃない、わかんないけど。ここかな。あ、ミスった。最悪、取られてるし、うちのあれが弱い。さあ、これはどうなんだ、どうなんだ。さあ、ハーピーそっち投げちゃうか。ナイスハーピーだけど、おお、うまい。ハーピーうまっ。マジマジ、それはうまい。たださ、この後きちいな。さあ、ユカリンがベビーを切ってくれている。コストね、コストが一瞬なかったんですよ。ナイスナイス、ベビー。あれ、止まってるぞ。とりあえずナメコは置いた。で、アラレちゃんも一応置くけど、上飛ばしてくんないかな。 OK、 ナイスね、ボボー。さて、ここにゴスがいるんですよね。ユカリのヌボボがナイスなんですが、これあと剣士しかいねえや。どうしよう。アリンコ、よくわかんねえ。ナイス。さあ、それ、キング、あれ当てて、やられてほしい。オッケー、そこやれる。ゴスを俺が剣士で見るしかないですね。ナイス、ユカリン。前行ってもらって。これ全員前かな。とりあえず前っすね。あ、アラルちゃん頑張ってる。偉い。ユカリンまさか頑張ってる。もうやられそうだけど。やられた。落とせ、落とせ、落とせ。ナイス、ナイス、ナイス。え、これ完全にユカリンゲーなんだけど。アリンコなんもやってなくね、これ。アリンコどうすればいいの、わからん。え、でもなんかレドが倒した。アリンコのとこにレドがにトロール送ったの。次行きましょうか。よし、やっていきましょうか。アリンコ強いの本当に。わかんないんだけど、いまいち。操作マジ難しいっすよ。裏を置いてキラービーとか出せれば楽しいんだろうけどさ、そういう状況を作れなかったら意味がないよね。魔導騎兵を送るのは強そう。やってみようか。まずは砦が欲しいと。まあいいね、ユカリンバサーカだ。ナイス。さあ、どうなるかな。さあ、アリンコ潜らしました。とりあえずね、とりあえず潜らした。で、プリンス入っちゃうじゃないの。 OK、 窓入れた。
これ窓っこいの結構強いんじゃない、わかんないけど。あ、俺今回大型いね、どうしよう。あ、窓のところにキャラ出してくれ、大体。それじゃまずいって、ダメだって。トロールは切るけど。さあ、おなら。大ダメージ。おなら、強い。でも倒されてる。パンダ切る。倒してもらって、オッケーオッケー。ブルドラは、どうしよう。バットで待てようかな。引っ張ってから。さて。ユガリンうまその位置。俺ずれてるわ。そっか。そこパンド上だけどさすがに。あ、息打ちちゃった。倒せるかな。ナイス。出したアリンコ強いのか、いまいちわからんが。どんどんキャラ送ってみよう。ナイスユカリン。あ、これロックマンスキル投資。スキルは打たない。ナイス。これマリオネット一回止めるか。で、やってもらおうね、あいつに。あ、無理かな。あ、ここはパンダ。流れちゃったな。あれはユカリンができるかな。ナイス、剣士。ナイスだ、タイミング。完璧。さあ、後ろからね、ジョーアリが出てきて、削るぞ、取りで。うわ、やべえ。わあ、リンクの強さが出た、今。やっと。わからんほどしくさいけど。ナイス、奥。後ろ見るか。後ろは見た。で、このロックマン置いた、とりあえずね。ただ、あの、きらびがきつい。さあ、2発目、えらい。さあ、ロックマン。トレード取ったのは完全にアリンコゲだったな。さあ、ナイス、ボギャップ。これはある、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 これはある。ロックマスター、火力高い。あるよ、あるよ、あるよ。頑張って、頑張って。ああ、そっちランチだよな。やっぱ。頑張って、頑張って、ロックマン、頑張って。頑張って。頑張って。お、入ってくれ、ナイス。今も女王アリ頑張ったんじゃない、女王アリだけ。他のキャラわからねえ。射程がいまいちわかんないですね。スキルで潜って移動する距離がいまいちわかってない。ちょ、マジでわかんねえな。トロール遅れてないしね。普通にゴーレム倒すために来ちゃったから。さあ、続いてやっていきましょう。アリンコ、砦の裏に当てるように出すのがいいのかな。送るキャラをどこに送るかってことですよね、要は。それがうまく機能すれば使えるキャラになるのかな。蜂と組み合わせたいけど全部進撃だな。今回合わせるキャラいないですね。ですが大型ではいるが、しかしって感じ。あとはバイク。これで欲しいですね。ですでゴリゴリいきましょうか。ですとアリンコ裏出し強いんじゃないの、もしかしたら。わからんけど。ナイス、デス出す。速攻で。さあ、アリンコも出していこう、どんどん。アリンコどんどんいっちまえ。痛い、マジで。死ぬ。あ、送られちゃった。取れ、取るぞ。取った。なんか知らんけど。よくわからん。ベビーがやばい、ベビーがやばい、死んじゃう。けどベビーを助けられるキャラがいね。ナイスブラドラなんだけど、裏ペンギン回してくれてはいる。だから多分止まんないよね、あれね。ペンギンだけじゃですよね。ずれてます。砦が欲しい。倒して重慶頼む。お前もそれ重慶師ラストなんだ。そこもやばいな。まあ5倍切るけど。あ、落とした。トラウル来てないでくれ、リーダー。わかんねえ、マジで。アリンコ。楽しいんだろうけど、わかんねえ。なんだこれ。いや、これ、アリンコが、今までで一番わかんないキャラなんですけど。一番わからない。
どうするべきなのか。ちょっと射程生かすか。スキルの次はブラドラを引いていく。スライム、うん、送ってもって感じだけど。とりあえずトレデを取ろう。まずは。でもこれ取れるじゃん。大砲打ちましょうか。ここでこう取ってスライム置いて、でアリンコ置くでしょ。でこう置いたら多分砦の方行くでしょ。すっいい位置いった。どこにいんのアリンコ。どこにいんの分からん。スライムどっか行った。あ、結構手前に落ちてるな。惜しい。ブラドラ行っちゃう。ドーン。レー、これはひどい。よいしょ、トロリ行ってこい。バーン、なんか倒した。でも砦がきち。どうしよう。あ、やばいやばいやばい、ずれてるずれてるずれてる。でもなんかトロールと、うわー、魔導系引っ張れてきた。ナイスナイス。え、なんか倒してるよ。ん、トロール強くない？倒したよ魔導倒したんだけど。ん、トロール強くない？魔導3体倒した。やば、それで全部取りたんだけど俺も取ったよ。まあ、え、見てよ、90でいい。まあ、1体だけで。いや、1体じゃないよ、3体が出した。2体。違う違う、あの、やられてたら相手の剣士にやられてた。さあ、ラストかな。ラストやっていきましょうか。ちょっとトロール送ろう、アリンコで。正面当てんのもいいんだけど、送ってみようかな。面白そうだよね。でも砦裏破壊するキャラじゃないしな。砦裏破壊するのユキンコは苦手だし、亀ぐらいだよね、アンチなのが一応。あ、ベビー送ったら強いじゃないのこれ。さあやっていきましょうか。ユカリンがゾンビを持ってる。これゾンビ送ろう。ゾンビ送っちゃおうよ。うん、サイがいるのね。砦が欲しいとこだけど、どうでしょうか。取られますね、これは。しょうがない。ユカリン。さあ、ベビーを送っちゃおう。さあ、ベビーが出てくる。ぴょんと。前線出てくる。さあ、すごくきついが、平常で見てくれる。素晴らしい。これ、ゴーレムなんでね。さあ、ここしっかり倒しましょう。お前でもトロール持ってますね。さあ、ユカリに送らせてあげましょうか。いつでも送っていいぞと。良いぞと。さあね、ここトロール頑張ってほしいところ。さあ、ダメージは入ってしまいましたが、どうでしょうか。ここからベビー。やばいやばい、ゴーレムがボンボン出てる。オッケーオッケー、ここ倒しきった。ゴーレがボコられてる。小ゾンビだろ、床に。こすんないかな。うわー、運ばれた。ギャー、アリンコ潜って。うわ、変なとこ出た。裏ベビー止まってねえな。ベビーがなんだかんだで頑張ってくれてるのは嬉しいんだけど、ここはエルフ切るじゃん。さあ、砦を取ってくれている。うわ、キラビにやられてる。さあ、アシュラ切ったけど、速攻で入ってる。そう、これゾンビ送る余裕がなかったな。送った？マジで？あ、本当に？全然気づかなかった。これアリンコ強い？
不穏な空気が流れてますね。アリンコを育てるべきじゃなかったのかどうかちょっとわかんないけど、はい、というわけでアリンコやっていきました。なんか微妙じゃないですかこれ、気のせい？すごい微妙に感じるんですけど、うん、ちょっと上手い使い方がね、発掘されるまではゆっくりやろうかなって感じです。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。ではお疲れ様です。